皆さんこんにちは、ポパイでございます。さあ前回意味深告知を最後に付け足しさせていただきました。そう、今月4月にもう一発チキンカレーを会場販売していきたいと思います。その会場は来る4月29日祝日金曜日、ホーム松江市総合体育館対滋賀レイクスターズ。ツイートに書いた公約絶対やるからな皆さん。島根スサノオマジックにて私ポパイのポパイカレー販売することになりました。なお参戦はしようかどうか悩んでます。まあ島根だしね、遠いしね。いや行くよ行く。レギュラーシーズンホーム最終節にてポパイが降臨、この機会をいただけたということはやはり私も持っておりますね。この後の動画ですが、出店までの経緯、御礼、そして当日のメニュールールの方をご説明させていただきたいと思います。それでは早速ティップオフということで、今期なんと2度目の上陸でございます。島根のブースターさんがめっちゃ動いてくれました。経緯でございます。チームに掛け合うも、まあ、最終戦まで来てしまったので、もちろんまあ今年のですね新規は参加不可です。まあ、当たり前なんですけれどもね、そういった形でございました。どうしようかなと悩んでいたんですけれども、やっぱり横のつながりパワーですよね。2社ですね、すでに出店しているところをご紹介いただきました。中でもですね、今回はすで、に今期もテントにて出店されております食堂お弁当のうまえもん様とのコラボ出店となります。うまえもんさんは宅配弁当を中心にいろいろなお弁当を販売するお店でございます。今月4月27日には松駅近くにて焼肉神楽というお店もオープンされるとのことです。これは皆様出店協力いただいた感謝としてですね、一度は行かないとダメかなと思います。まあ、これもしかしたらサイン置かせてもらえるかもしれないな。サイン置かせてくれないかなポパイカレーが最も売れる地島根、何よりこのカレー本当に原価が高くて、出店すると店舗様が通常取れる利益を大幅に下回ることになります。それでも心よく踏み込んでくれたうまいもんさんには本当に感謝でございます。ありがとうございます。当日です。今回は先に物を発送し身だけで私乗り込みますので、会場では限定200食の販売とさせていただきます。これ完売したらおそらく島根アリーナグルメの伝説になると思います。あとはお持ち帰りを300食。滋賀戦を行かず CS 観戦に貯金しようとしていたあなた、ポパイが参戦します。チケットも完売させようじゃありませんか。この最強メンバーが見られる最後の機会かもしれませんよ。そしてチケットまで売れるという相乗効果がチームさんに実感そして届いたのなら、これは来期も期待できるかもしれません。金額です。当日でございますが、ポパイなのにチキンカレーは800円、なお大盛り特盛りなどはなしにします。もうこれ一品でいきます。また今回コラボということもありますので、ポパイなのにチキンカレー&うまえもんセットとして1000円で、この1000円プラス200円の部分なんですが、唐揚げやドリンクなど当日のお楽しみでご用意させていただきます。これがともに100食ずつの合計200食。なおですね、200食出しても移動費、しかもゴールデンウィークなんですよね。なのでめちゃめちゃ旅費高いんですよ。なのでめちゃめちゃポパイは赤字になります。当日募金箱用意するかなと思ってますんで、皆さんお気持ち頼みますね。はいあとは通常ネット販売しておりますカレーをですね、現地では750円、300食で限定販売、個数制限なし、これでいきたいと思います。1人が300買ってもいいです、これでいきます。他に購入者様にはですね、ポパイはですねペンは持参しませんが、ポパイのサインだったり島根ステッカー、そして間に合えばポパイ特製のウェットティッシュなどご用意したいと思います。信州には間に合わなかったんです。絶対あると便利じゃないですか。なのでこの辺をプレゼントという形で置かせていただきます。なおポパイカレーの出店はですね2日間でなく4月29日のこの日のみでございます。もし余りが出たら日曜日うまいもんさんに託して残りの販売をしていただきますが、ポパイはいません。まあでもポパイが来るのに完売させないなんて島根に限ってはないと思うんですよ。ないですよね。
これ食べて CS 取ってチャンピオン取りに行くんだ、こういうことですよね。体もホットにしないとですよね。マジで伝説残すのに控えた個数なんです。なのでブースターさん頼みました、完売お願いします。当日余ったらツイートするので強制的に持ち帰り弁当で夜ご飯にもしてもらいますので皆様よろしくお願いします。また夜はオフ会をしようと思います。今回コラボとしてご協力いただきましたうまいもんさんの新店舗でございます、焼肉神楽、住所なんですけれども島根県松江市朝日町487番地の48番ということでですね、こちらの方を9時以降貸し切りにしていただくことになりました。本当にありがとうございます。お店こんな感じなんですけども、できたばっかというのもあるんですけど、めちゃめちゃ綺麗でおしゃれですよね、すごいなと思いました。しかも店は全席個室となっているので、あのコロナ禍ともありますし、私ポパイもすごくラウンドはしやすいかなと思います。2名以下の席というのが7部屋ぐらい、6名以下の席が2部屋なので最大26人ぐらいまで入れるかなと思います。なのでこちらの方は先着で予約された方のみという形にさせていただきたいと思います。でこの時参加費いくらにするか、それともアラカルトで頼むのか、ちょっとこの辺は考えさせてください。おそらくもうオフ会いくらという形にさせていただきます、まあ、準備も簡単ですので、はい。でご予約の方法なんですけれども、まだ店舗自体に、まあ、電話等がつながってなかったり、いろいろ準備も忙しいところもありますので、皆様ご存知かと思います、ツイッターの方もこちらなんですけれども、うまえもんかうまえもんマスターの方ですね、こちらの方に直接連絡してくださいとのことでございました。スタノーのブースターさんならうまえもんマスターで結構通じるかなというふうに思ってますので、うまえもんのインスタやフェイスブック、ツイッターなど、まあ、こういったところですね、あのご連絡いただければと思います。もちろんアウェーの滋賀の方も参戦も全然 OK でございます。ぜひこの機会に滋賀のところいろいろお話したいかなと思いますので、あのどちら両チームですね、あの関わらず B リーグといったところでですねお話できればと思いますので、ぜひこちらのオフ会の方のご参加もお願いいたします。さっきにも申し上げた通り席に限りがございますので、こちらは先着順とさせていただきます、よろしくお願いします。ポパイとしては今年は島根と共に盛り上がった B リーグでした。一回も今日の GoTo やんなかったのは、まあ、みんなが期待したので、まあ、あえてやらなくていいかなっていう甘の弱心でございます。まずはいつもいじめてますが、好きな子をいじめるタイプでなく本当に好きじゃないんですけれども、1年間島根の方々お付き合いいただきましてありがとうございました。最終節、前回お会いできなかった人もですね、カレーで一緒に会場を熱くしませんか。松江総合体育館で僕と握手。以上本日の動画でございました。また何か変更点等あれば別途ツイッターにてアナウンスしたいと思います、よろしくお願いいたします。では本日の動画はおしまい、終わり、またです。センキュー、島根待ってるよ。ご視聴ありがとうございました。またよかったら遊びに来てください。俺たちは強い。